トゥルーン。今回ね、トレジャーファクトリーっていう、まあトレファクって言われるリサイクルショップ行ってきたらね、ライド系ミートレカがね、ババン、まとめ売りされてました。仮面ライダーガッチャードライド系ミートレカまとめ528円、ポイント使って500円で買ってきました。さあ、この500円のライド系ミートレカ、今やってるじゃんガッチャードって、どんだけレアが入ってるかなんですよ。ただ横からこう見た感じ、嫌ってないのよ。あと今の時期にレアカード売る人いるっていうところもあるじゃん。ね、子供が集めてて、まあ大人としてもレアカードはやっぱ売らないから、うん、これ、しかも見えないんだよね、嫌ってる感じが。全部ノーマルの可能性もあるんだけど、なんかね、食玩版みたいなやつがあって、それで結構レアなやつがあるみたいなんで、ノーマルっぽいやつでも、この周りがね、光ってなくてもってことね。はい。それを狙ってるのと、あとね、このトレジャーファクトリー、このトレファクのショーケースとか結構ポケモンカードの PSA10 とかのやつとかもあったりとか、あと普通にポケモンカードとかもあったりするんだけど、ライドキミートレカは特にね、別売りでは何もなかったの。これしかこの店舗にはなかった。ごめんね、犬の声で知ってるけど。これしかこの店舗にはなかったわけ。つまり、全部まとめたんじゃないかっていう買い取ったものをね、期待を込めてちょっと開けていきたいと思います。まあ、500円のオリパとかと考えれば、まあ、ブロックオリパですよね。まあ、面白いのかなと思います。ただ、横から見た感じ、キラカードが入ってないのが辛い。だからちょっと買うか一瞬悩んだけど、やっぱ、いくらノーマルだとしても、この値段、今の時期に、この量でこの値段は安いのかなと思いますけどね。はい。じゃあ、少しずつ出していくね。いきます。あ、待って、キラ入ってる、キラ入ってる、じゃんじゃんじゃん。あー、これ見たことある。まあまあ、キラは外そうか。じゃああとレジェンドライダー外そう。あ、キラ入って、あ、キラ入ってんじゃん、キラ入ってんじゃん。ほう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 、これキラ。あ、こっちはそのノーマル版だね。あ、キラ入ってるね。あ、キラ入って、あれ、なんでこんなキラ入って、あ、横から見えないんだ、この枠があるから。もっとレアなやつって枠も、あ、でもこれ枠光ってんな。横から見えなかったな。あ、これもキラ。あ、これもキラ。でもこういうのであんまレアなのなかった気がするんだよな。やっぱレジェンドライダー系のやつが欲しいですね。はい。よし。ノーマル。で、ノーマルか。が続きますと。レジェンドライダーがいないね。キラー。ノーマル、ノーマル、あ、キラも、かぶってんな、の、キラもなんか。あ、でもこれとか、なかったかな？あれ。まあ、裏はね、こんな感じでなってて。みんな一緒なのかな？キラ、キラ、ノーマル、キラ、ノーマル。でもね、ノーマルと同じぐらいのね、価値の、なんか、で売ってる、キラも結構トイプラネットさんとかで見てるんでね。レジェンドライダーがどんだけあるかなんだけど、あとは。キラはあったんで、めっちゃキラあるじゃん。まあ、キラって言っても、レアリティで言ったらそんなにあれなのかもしれないけど。まあ、ただのポケカで言うとレアみたいなね。キラー。あ、これ辺かわいいね。犬ね、キツネと猫かな。ギーツっぽいけど。はいはいはい。キラキラ。なんか、これレアですよ、みたいな。あ、ちょっと傷んでるね、これはね。ほら。これレアでしてよみたいなね、コメントいただけると嬉しいですけどね。それがあればいいんだけどね。あ、これかっこいいね。アリだ。お、武者。今度ね、ガッチャードまたね、どうせ TTFC 再開したら見るんで、見た時に欲しくなるなと思ったんで買っといたんですよ。あ、まあ、プロモカードっぽいやつあったわ。ほら。これ明らかにプロモでしょ。PR って書いてあるわ。PR。プロモカード。まあ、これはかっこいいから、これは開けとこう。はい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 、してはいはい、キラーでも、あとはノーマル。あ、だから、おお、これいいね。あ、これ多分ノーマルのレアなんだよね。ノーマルレアっていう、なんつうの、ただのレア、キラカードっていうかってだけなんで、まあ、まだまだありますよ。まあ、500円でこんだけあれば楽しいけどね。その裏表になってんな。ノーマル、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 ノーマル。キラー。ノーマル、ノーマル、ノー、キラー。ノーマル、ノーマル、ノーマル、ノーマル。ノーマルがちょっと多いな。まあ、キラも結構あるけどね。
キラーノーマルノーマルキラーノーマル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 キラー、おお、ありかっこいい、キラキラノーマルとキラーがどんだけ入ってるかをねちょっと見せたいですね。あったレジェンドライダー、じ、おー、かっけー、やった、ゴリラ、これかっこいいな、ノーマルだけど。え、じゃあパンダかね、違うか、なんだ、あ、これもライダー映ってる、ほら、これギーツのライダーだよね、レア、でもレアなんだ、ただの。あ、これとか逆に SR になってるわ、レアって違うの、なんなんの、これただのレアだな、これもただのレアだけど、ちょっと状態悪いね、シワになってる、レア、え、なにこれ、ブランクみたいなのあるけど、なんだろう、ちょっと後で調べるわ。さあ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 、でもライダー系来たら嬉しいし、うん、なんか結構キラ入っててよかった。じゃあこの500円ね、528円、ラストの束です。ノーマルノーマルレア、おー、レア、はっ、待って待って待って、これやばいんじゃね、ほら、白押し初めてのウルトラレアだ。白押しなんて横から見えなかった、あ、見えないんだ、ギリ、あー、ウルトラレアちょっと分けとこう。で、レア、レア。これもライダー映ってるね。ライダー映ってるカードがやっぱいいよね。で、後半結構ラッシュだよ。まあ、レア。あ、これも白、ウルトラレア。ウルトラレア分けとこう。あ、まあ、この辺はあれか。ただのレアか。これなんかさ、マジカパーティーにいたよね、こういうのね。レア。レア、レア。ライダー系来ない、お、後半ラッシュだわ、レアの。おー、レアだ。あ、プロモカードまた行く。まあ、これはね、大量に配られてると思うから、まあ、価値って言ったらあれだけどね。あ、でもこれレア L なんだ。R と L があるんだね。なんだろう、レジェンドとか、仮面ライダーだから。ガンバレジェンズとかあったからね。R。で、以上です。はい。ということでね、これはどうかなという感じではあるんですが、まあここら辺が、あ、これただの R か、こっちだね、ここら辺がまあ当たり枠なのかなっていう、あ、これただのノーマルが入ってた、まあここら辺のウルトラレアっていうのが結構いいのかなっていうのと、まあ、仮面ライダーが映ってるけど、このブランクもある、まあブランクなのかな、コモンってなってるから、まあレアじゃないんだけどね、これがジオかっこいいかな、カードとしては、まぁ、あ、L だけどね。で、まぁ、あ、黒もカードと、で残りはこっちがキラーでこっちがノーマルという感じで、まぁ、あ、半分ぐらいキラーと思ってもいいんじゃないかな。はい、ということでね、今回は仮面ライ、男の子おもちゃ仮面ライダーガッチャードライドケミトレカまとめを開けていったんですが、今日ファミマ行ったら、ファミマと行ったらババン、変幻の仮面がなんかもう残り3パックだったんで、まあ定価なんですけど買ってみたんで、ちょっとこれも開けたいと思います。変幻の仮面、まあね、残り物には服があるんですよ。ポケカって基本下の方からねレアカード出るからね。あ、ちょっと順番入れ替わっちゃったかも。はい、ノーマルね、3パック買って540円だったんで、まあ、もちろんキラカードとか全く出ないパック、これあるんですよ。これは高くないパックだからね。なんか、クライマックスみたいな高いやつとかだと絶対キラ入ってるけど、はい、ノーマル。ノーマル、ノーマル。やばいな。ただの売れ残りだったのかな。っていうか、売れ残り、でもね、3パック制限をしていたので、誰かが当たりが出るまで買ったとは考えにくいんですよね。ラスト、頼む、こっちの方がやばい。あー、外れた。はい、SR 枠も来ないと。ちょっとこっちは失敗だったな。うん。はい、ということで今回はちょっとトレカ回でした。ライドキミトレカ、いいですね。なんか、うん、よかったです。ではまた、バイバーイ。